光ディスク。光ディスクとは、光学ドライブ装置を使い、光、半導体レーザーの反射により、情報を読み書きする、情報媒体、電子媒体、ディスクメディアである。光学ディスクとも言う。光ディスクは、厚さ数ミリ程度の円盤であるが、保護層、記録層、反射層などそれぞれ役割の異なる複数の層が、重なる形で作られている。 企画により多少異なる要素はあるが、レーザー光を光ディスクに照射するとレーザーは保護層を通り抜けて記録、反射層に到達する。ここでレーザー光は記録層に設けられたピットと呼ばれる凹みにより性質が変えられた上で反射される。この反射されたレーザー光を光センサーにより解析することで情報を読み取る仕組みである。光ディスクには 生産工場であらかじめ情報が書き込まれているもの、いわゆるプレス版、市販の音楽 CD や DVD ビデオや BD ビデオなどとユーザーが任意に情報を記録できるもの、記録型メイヤの大きく分けて2種類が存在する。また、プレス版ディスクと記録型ディスクでは、記録層、情報を記録する面に用いられる材質及び記録方式に違いがある。 詳しくは、記録の可否による分類を参照。材料として、保護層や基板にポリカーボネート、ポリメタクリル酸、メチル、エポキシ樹脂、環状オーレフィン樹脂、ポリニュー酸などが、反射層には、銀やアルミニウムなどが主に用いられている。光を使って読み書きするので、埃や指紋の付着によるデータの読み出しに対する悪影響が、磁気ディスクよりは少なく、 時期によるデータ損失の影響もない。こうした特性からリムーバブルメディアとしての利用に優れており、オーディオビジュアル分野の機器で使用するための音楽や映像作品の供給媒体として、あるいはパーソナルコンピュータやゲーム機用のソフトウェア、供給媒体として幅広く利用されている。最初に市場に登場した光ディスクは、 1960年代から研究が進められ1980年に発売されたレーザーディスクである。レーザーディスクにはビデオ信号をアナログデータのまま記録されていてデジタルデータを記録する後発の光ディスクとは性質が異なる。現在では円盤上のメディアのみが存在するが1980年代後半から1990年代前半には キャッシュカード土道程度の幅 85.6mm、高さ 54.0mm、厚さ 0.8mm のライト、ワンスリードメニュー方式の光学カードが存在し、実用化検討が行われていたが、実用化には至らなかった。光ディスクはソフトウェア、音楽や映像なども含むの供給媒体としては非常に優秀であり、取り扱いの便利さ、 大量生産の容易さ、製造コストの安さなどで、幅広い分野において、従来の媒体を置き換える形で普及してきた。レコード、CD、カセットテープ、MD、ゲーム機のロムカセット CD ロム、VHS、DVD、ブルーレイディスクなどがその例である。しかしその一方で、光ディスクの特性が足かせとなり、従来媒体からの置き換えには至っていない。 あるいは光ディスクから別方式のストレージへの転換を見せている分野もある。光ディスクは大容量化が難しい。記録密度の限界が半導体レーザーの波長で決まるからである。ブルーレイディスクや HDDVD の世代で既に可視光線の中でも最も短い波長である。青志光の半導体レザーを使用している。光ディスクの原理をそのままに。 さらに記録密度を高めるにはそれより短い波長光、すなわち紫外線を使うことになるが、現在の光ディスクの材質に使用しているポリカーボネットなどでは紫外線を吸収し表面劣化を引き起こすため扱えない。記録面の多層化によりある程度の大容量化は実現でき、ブルーレイディスクでは最大で1枚 200GB から 400GB 程度まで引き上げることができるが、 2019年現在、一般に入手できるのは、片面4層の 128GB までである。こうしたことから、大規模なサーバや汎用機用バックアップ装置では、最大で 2TB の容量を持つ磁気テープ、ルートなどを置き換えるには至っていない。光ディスクは、書き込みが容易ではない。書き込みあるいは書き換え可能な光ディスクであっても一部の規格を除いて、 フロッピーディスクやハードディスク、MO、USB メモリなどと同様の扱いでは書き込むことはできず消去もできない。パソコンで CD-R や CD-RW などのブランクメディアに情報を書き込むためには書き込みに対応した高額ドライブのほ、ライティングソフトウェアが別途必要になる。一度だけ記録可能なメディア、CD-R や DVD-R など、 を使用した場合は書き込んだ内容を消去することはできず、書き換えを視野に入れる場合は CD-RW などの書き換え可能なメディアを使用する必要がある。書き換え可能なメディアを用意しかつパケットライト方式で記録することによってハードディスクなど同様の扱いができるようになるが多くのデメリットがありパソコンの補助記憶装置やビデオレコーダーでは 磁気ディスクであるハードディスクが主に用いられている。ディスク型記録媒体は、機械的にディスクを回転させるので読み込みにおいて、信頼性が低く時間がかかる。光ディスクも例に漏れずこの影響を受ける。また、光ディスクの主要な規格、12cm、または 8cm のディスク、あるいは MD は、機器小型化の足かせになる。消費電力を抑え、 衝撃に強く小型化が要求される、ポータブル音楽プレイヤーや、デジタルから、携帯ゲーム機等には、内蔵型あるいはカード型のフラッシュメモリの方が、相性が良く、こうした分野の一部、ポータブル音楽プレイヤーなどでは、光ディスクから、フラッシュメモリに主役が交わしている。光ディスクの寿命は、製造時の品質にも左右されるが適切な取り扱い、及び、保存行為をしていれば、 最長で100年、多少雑に取り扱っても劣化を進める要素、直射日光、紫外線、高い温度、強い湿気などに、積極的にさらさなければ10から30年は保存しておくことが可能とされている。ただし、企画や製造された時代によりディスクの素材が異なる場合があるので、一概には言えい、寿命は使用する素材にも左右されるからである。 CDR などの有機色素を利用した記録用メディアはその有機色素が紫外線の影響を受けやすいので保存方法にもよるが前述の寿命より若干縮む傾向にある。使用する素材を見直すことで寿命を飛躍的に高めることができる。基板をガラス製にしたガラス CD や記録、反射層に使用されている金属箔に金を使ったゴールドディスクなどが その代表レーデル。金銀反射膜の採用は生産コストの問題もあって、あまり一般的ではないが近年記録媒体として、CDR や DVDR や BDR が一般化したことで、その信頼性が問われるようになったため、金銀反射膜を採用して寿命が伸びたことを宣伝文句とし、差別化を図る商品も登場している。 音楽用 CD が出回り始めた当時は、半永久的に保存が可能とされていたこともあったが、前述の通り寿命は確実にある。しかしディスクを雑に扱わず、紫外線や高温多湿を避けて保存するなど細かい、配慮することでその寿命は大きく伸ばすことができる。この一方、下記の石英を用いたディスクの場合保存期間は3億年と見込まれており、事実上、 永久保存が可能となる。光ディスクは数多くの規格が存在し、また規格の登場時期や特性により以下のような世代分けができる。主に1980年代に登場し、記録、再生に赤外線半導体レーザーを使用する 12cm ディスクの場合で最大 700MB 程度の容量がある。主に1990年代に登場し、 記録、再生に赤色半導体レーザーを使用する。片面一層の 12cm ディスクの場合で、最大 4.7GB 程度の容量がある。映像記録用途では、SDTV 画質に適する。主に2000年代に登場し、記録、再生に青紫色半導体レーザーを使用する。片面一層の 12cm ディスクの場合で、 最大 25GB 程度の容量がある。映像記録用途では、HDTV 画質に適する、u h d リ BD は 4K をサポート。第3世代よりも後の革新的技術による、光ディスクは、開発段階にある。ホログラム技術、光ディスクの記録面の多層化などではなく、立体的に記憶することにより、記憶容量を増やす試み等を使った、容量化が模索されており、 いくつかは動画記録と再生に成功している。また、ソニーは東北大学との共同研究により、これまでの100倍となる高出力、100ワットの青紫色半導体レーザーの開発成功したと発表。多層技術との併用により、テラバイト級の記憶容量の実現も可能としている。しかし現在のところ、いずれも商用化には至っていない。光ディスクには、 生産工場であらかじめ情報が書き込まれたもの、読み込み専用のいわゆるプレス版とユーザーが任意に情報を書き込むことができる記録型ディスクに対別できる記録型リクもまた2種に対別することができる。レーザー光の反射により記録された情報を読み込む点ではどちらも共通してはいるが、その仕組みや構造は細部で異なる。生産時において記録、 反射層の薄い金属箔にピットと呼ばれる無数の小さい凹みを設け、このピットの並ぶパターンにより情報を記録したものである。ユーザーが任意に情報を消去したり改変したりすることはできないが読み取りは可能である。著作権者による映像や音楽作品などの供給媒体として利用されている。CD では市販の CD r o m や音楽 CD。 DVD では市販の DVD r o m や DVD ビデオ、その他 BD r o m や HDDVD r o m などがこれにあたる。CD や DVD は元来は読み込み専用メディアとして開発されたもので、ある記録型の CDR や CDRW などは後から追加導入された。 ブルーレイディスクや HDDVD は、企画策定当初から記録型メディアを視野に入れて、開発されたメディアであるが、このタイプが存在する。記録型メディアには大きく分けて、ライトアンス、ワームとリライタブルの2種類が存在する。ライトアンスは一度しか書き込みができずその書き込んだ、情報は消去も改変も不可、空き容量がある限りは、追記が可能なメディアで、人為的ミスや、 ご動作による情報の消去や改変といった事故、起こらない。ゆえに、長期にわたり改変予定のない情報を保存する、用途に向く。CDR、DDCDR、DVDR、DVDR、BDR、HDDVDR、ウドアームがこれにあたる。ライトワン姿のメディアは、金属白に有機色素が塗布されており、これを、レーザー照射によって、 化学変化させることで情報を記録している。ただし、BDR のように無機系の素材が利用されているのもある。リライタブルは、複数回にわたって書き込みができ、書き込んだ情報の消去も改変もできるメディアで、書き換え可能回数、メディアの規格や個体差、保管方法、使用方法によって上下するを上回らない限りは、再利用が効くので、 ライトワンスメディアに書き込む前の試し書きや、情報の一時保管メディアとしての利用など、短期的に情報を記録しておくようと向く。CD-RW、DD-CD-RW、w, PD、DVD-RW、DVD-RAM、DVD、RW、エンビディスク、PD-RE HD、HD-DVD-RW、HD-DVD、D D, RAM、プロフェッショナルディスク、 ウッド RW がこれにあたる。リライタブル型メディアはアモルファス材を使っており、レーザー照射でアモルファス材を結晶化させることで情報を記録している結晶化をレーザー照射で解くことにより記録された情報は消去される。この技術はイ変化記録技術と言われる。2014年10月20日、日立製作所と京都大学は共同で 石英ガラスにデータを記憶する技術を開発したと発表した。この技術を応用すれば半永久的3億年なデータ保存が可能となる。JAXA は同年11月に打ち上げる人工衛星に試作チップを搭載する。工事機ディスクは光を使って読み出す部分は光ディスクと共通だが時期を使って記録する点で異なる。音楽用途で使われるミニディスク。 MD は工事機タイプの録音用ディスクが主に流通しているが、盤面の一部もしくは全部が再生専用の光ディスクとなっているものも存在する。光ディスクは MOPD DVD ラムなどデータメディアの一部を除いてキャディ、カートリッジに収納されておらず、傷、指紋、埃を避けるためにケース、パッケージに入れて保管するようがある。ケースは ほとんどがプラスチック製で本のように見開き型の形状となっている。ジュエルケース、スリムケース、トールケースはサンワサプライエルコムバッファロー国用サプライなどのサプライ品メーカーからケース単体が家電量販店などで市販されているが、それ以外のケースはほとんど市販されておらず小ロットでの入手は困難である。 新世代の光ディスクが市場に登場する際は、ライセンス収入などをめぐって、大手メーカー同士で激しい企画争いが生じる場合が多い。ブルーレイディスク対 HDDVD がその典型例である。ただし2007年には両メディアに対応する再生機種も発表されているユニバーサルプレイヤーを参照。パソコンの普及とともにデータを CDR。 DVD-R や FD の形で保存する機械も増えたため、特に CD-R、DVD-R は消去不可なので、メディアがある限り残ってしまう。記録されたデータを消去して廃棄する方法には、以下の方法が適切である。以下の方法でデータを消去することも不可能ではないが、極めて危険なので適切とは言えない。5. おさむき